はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、マイチンと一緒の撮影をしております。で、今日撮りたいお店なんですけれども、僕川崎に住んでまして、最近ねめちゃめちゃ美味しかったっていうか気になる焼肉屋さんを発見したんですよ。本日訪れたのが川崎にございます牛尾というお店なんですけれども、メニュー表を見てみると3秒ロースということで、3秒で炙って食べれるよみたいなめちゃめちゃ気になるメニューがあったんですよ。僕もね前回動画とか関係なしにオフで来てみたんですけど、もう全部のお肉が美味しくて、ちょっとぜひ皆さんに紹介したいということで、今回はねおかみさんにお願いいたしまして撮影の許可いただきましたので、まあ5時半に集合しておりまして、早めにねちょっとお酒を飲んで早く撤退したいと思いますので、こちらのね牛尾さんで本日を撮っていきたいと思います。ということで、中に入っていろいろ注文していきたいと思います。はい、ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりました。この牛尾さんに初めて来たのが1週間前ぐらいだったかな。もうあまりにも感動しすぎてすぐ取りに行きたいと思ってもうすぐお話させてもらってすぐ来たんだけど、やっぱね美味しいものはもう旬が大事だから、そして早速ちょっとお酒来たんで乾杯しましょう。乾杯しましょう。はい、お疲れ様です。これから仕事なんだけどね。それも焼肉屋さんに比べるとその部位的な種類は少なめではあるんだけど、これがお安いポイントなんだよね。っていうのもやっぱりいろんな部位がありすぎるとやっぱり仕入れ単価が上がっちゃって、こちらのお店は普通さその豚屋さんとかでさある程度サイズ切ってもらってこう送られてくるじゃない。それをしてもらわずに省いてご自身大将さんとおかみさんでやってるから、その分安く、そう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 、でしかもこのお店使ってるの英語だからお肉全部、でも高いのでも2000いかないのよ。むっちゃ安いよね。正直教えたくないお店。いやでもマジで前陣今日帰る頃にはこんないいお店あったんですねって言うと思う。いやマジでここはね本当おすすめよ。すいません。すいません、ありがとうございます。今聞きました、今回のこのキムチの盛り合わせとこれナプルの盛り合わせサービスでいただいちゃいましたよこれ。ちょっと早速食べていこうか。はい、はい、すいません、いただきます。さっきも好きなの取っちゃって、ちょっとガバッといかしていただきますわ。コリコリの歯ごたえも美味しい。全然ね臭みがやっぱないんで。臭みないっすね、もうゼロゼロ、うん、ちょっとつまみながら飲んじゃいましょうよ。え、なんか普通のキムチ全然違う味が。これナムルうま。全部うまいわ。はい、あ、ありがとうございます。塩ユッケでありがとうございます。またいただいちゃいましたよ。これユッケ、これね塩のユッケとまあ普通のユッケなんですけど、これねすごいのよ、このユッケも本当に美味しいの。ちょっと行かせていただきますよ。よっ、うわー、これよ、うわー、やばくないこれ。ちょっとこれいただきます。これ飲まずいられないよこれ。やばい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 。ちょっと塩もいっていいじゃん。ちょっと塩も。今日の撮影やったわ。やっぱ動画にするのやめない。もうほんとここが混むのが本当に嫌だ。塩めっちゃいい。うまい。塩効いてる。うまい。これ初めて食べました、これ。こういうな味は。めっちゃうまいよね。ちょっと俺チヂミも食べちゃおう、これ。贅沢に3枚食いしていい？ちょっとこんな感じで。うまっ。ただのチヂミじゃない。マジでこれうまい。やばい。なんでこんなチヂミうまいのっていうチヂミを。はい、すいません、これがナンバーワンの上カルビのわさび添えですね。でこっちが本日のおすすめである厚切りのタン塩厚すぎん。
で、これなんですけど、この商品がね、さっきちょっとお話ししてた上ロースで 3秒でしゃぶしゃぶができるってやつなんですよ。いや、これはやばいでしょといろいろ焼いていきましょうか。で、このね、七輪なんですけど、普通七輪ってさ、こういう感じじゃない、八になってるタイプなんだけど、これすごい特殊で四角なの。というのも、この七輪というかロースターも特注で作られてるもので、通常のロースターとかよりも火の温度がね、ものすごく上がるんだって。だ、その分火力も強いし、お肉もサッと焼けて、よりね、このロースとか、まあ、いいお肉を食べるときに、まあ、表面サッと焼くだけで油をね、落とさずに焼き切れるので、これがね、すごいところだと思います。で、これ実際にお店に来てもらって、高温の感じも皆さんに味わっていただきたいなと思います。3秒ロース、まあ、これ新鮮なうちじゃないと、まあ、危なかったりすると思うんで、まずはじめにね、このロースを焼いていきたいと思います。ちょっと行かせていただきますね。いきます。はい、1、2、3と、はい、1、2、3と、多分なんだけど、これ見てもらっていいかな。はい、いけるのこれ。一回行ってみる。行かないことにはもう分かんない。そうね、ちょっといただきます。でもうまいよ。あのね、コロだね。もう焼肉という概念ではね、もうオートローみたいな。うわ、うまっ。ちょっと毎日もやってみてよ、3秒ロース。いいはい、じゃあいきます。1、2、3と、うわ、1、2、3と、はい、はい、これでもほぼもう赤いっすね、まだ。いや、そうな、色はまだ赤いんだけど、ちょっと行ってみてもらっていい？あ、うまっ。あ、めっちゃいい脂の乗り方が。肉という概念を超えてない。なんかこのロースやばいんだけど、ちょっと俺も焼いていこう。うわ、うまそう。やばいな、これやばいね。一応今回10秒ロースだね。あー、全然変わるわ。変わる。3秒ロースでさ、ライス来たら肉寿司みたいにくるんで食いたくない？絶対うまいと思うんだけど。あ、ありがとうございます。あ、ライスが。ありがとうございます。これタレで、これくるみまして、うわー、いただきます。やばい、うん、ちょっと巻いてみます。そのロースオンザライス言っちゃって。いただきます。うわ、幸せそうな顔してんな。うまっ。どうよ。な、うまい。うまい。これ一番いいかも。やばいよね、うん。裏メニューってことで、あのリンゴを使った焼肉ソースにマヨネーズを和えるとなんかドレッシングになるってことで、今これもね、いただきました。うまっ。サラダが急におかずになる。うまっ。また家族で来た時に娘にこのドレッシングで野菜食わせよう。めちゃめちゃ食べやすい。食べやすい。チョルギサラダも完食ですね。でも、まあ、もちろんね、今回撮影だからすごくサービスいただいてるんですけれども、そうではなくて、前回ね、うちの家族も初めて来たのに、お野菜だったりとかちょっとしたお餅とかね、お肉とか、あのサービスをいただいたんですよ。さすがにこれは特別だけど、普通のお客さんでもそういうことをしてくださるおかみさんなんで、居心地が本当にマジでいい。お店との距離感がやっぱ近いよね。続いてカルビいっちゃう。はい、カルビいっちゃいましょうよ。これ2枚いっちゃうよ。じゃあいっちゃいましょう。マイチンの分と、てかこの厚切りタンもちょっともうやっとかないと焼かないんじゃね。見た目どうよ。すごい。エジからやばいでしょ。ちょっとこれカルビもいいんじゃない。これほら、これほら、うわ、ほらこれやば。これね、わさびと塩をつけて、これカルビ食べる感じだから。これ牛タンもいい感じよ。これ絶対美味しい。カルビにわさびと塩をつけて、いただきます。
た感じめちゃめちゃ柔らかそうな、ちょっと前地もカルビ食べてみてよ。このカルビやばくない？すごい、すっごいよね、本当にすごい。食ったことないよねマジで。ちょっと牛タンも一回カットしちゃうよ。でこれね、別皿でネギいただいたんで、レモンつけた牛タンとこのネギと、うまっ、やばっ。え、この厚みでこんな切れんの？うわっ硬さゼロだけど、めちゃめちゃ柔らかい。うわー、こんな美味しいんだ。うん、うますぎるな、ここめっちゃ美味しいもん。そうですよね、うん、いや、ありがとうございます。連れて来てくださって、いや、もう本当に感謝して大変になるぐらい美味しい。もうそうでしょって、お前が作ったわけじゃないのにっていうということで、先ほどね注文させていただきました、人気ナンバー3ですね、これファイヤーバードということで、鶏肉との味噌ダレ漬けっていうのかな。網折れちゃうから、これはあの端っこで焼きましょうか。よっ、やっぱり俺もさ、この YouTube で大食いとかも始めてもう早4年ちょっと、今年31を迎えるので、このカルビとか脂が強いもの苦手になってきた、こんな俺ですらもううますぎてずっと止まんないんだよね、カルビが。もう3杯目か、どうだろう、めっちゃうまいよ。あ、これうまっ。柔らかさも味付けも神、やばいよね。表面が味噌味だから、ちょっと焦げる手前ぐらいの方が香ばしくて美味しいね。いや、もうね、ちょっとね、当初頼んだメニューよりも倍以上量が来てるんで、そろそろね、前金がね、胃袋的にギブアップを。まだ1回しか注文してないここではね、僕がお肉を食べさせていただきたいと思います。多分皆さんここに来ると美味しすぎて多分食べ過ぎちゃうと思うんだけど、こういういいお肉は腹7分目にしてほしいね。そしたら5枚来るからね、1人前でそれこそ一人飲みで来るんだったら多くても2品で頼めても、うん、10枚って相当あるからね、焼肉一人で。その焼肉にご飯か、まあつまみとビールとだったらもう一人飲み最高で、それで OK だから3000円ぐらいで済むんだよ。安くない？これもうめ。じゃあ最後ちょっとお肉カルビいっちゃいますか。はい、カルビ2枚でもうお肉ラストでございますね。あんだけお肉あったりともうないね。そうですね、ちょっとこれ今までいいでしょう。うまっ。ということでね、本日の動画は川崎にございます牛尾さんでね、美味しい焼肉をたくさん食べてまいりました。本当に正直ね、動画にして皆さんに言ってほしくないぐらい隠れ家的で、もう僕個人でもね、まあ、オフでもね来るお店なので、ぜひねこの値段でこの美味しさを皆様にも味わっていただきたいと思います。でもね、本当にどの部位を食べても間違いなく絶品ですので、迷ったら食べたいもん全部食べてくださいやっぱり今このご時世なので、なかなかちょっとバイトの子が集まってないみたいなので、まあ、もしね、この美味しい焼肉屋さんでいろいろ学びたいとか働いてみたいって方は、ぜひね、そのバイトの方も、応募してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。そしたら、ここからは、もうプライベートで、お願いいたします。お願いします。はい。